こんにちは、のりこです。今日はじっくり冷えを取るヨガのレッスンをしたいと思います。1月から2月にかけてとても寒い季節です。寒くなると下半身の冷えが特に辛いですよね。今日はマッサージやヨガのポーズを取り入れて下半身をしっかりと動かして冷えを取っていきます。それでは早速始めます。おへそを中心にして体の中心線にかかとを前後に並べます。内くるぶしが上に向くようにしてどちらの足が前でも構いません。ではかかとを一つ体に引き寄せます。上体を前に倒してお尻のお肉を外に出します。左右のお尻を均等に床につけてそのままゆっくりと骨盤を立てます。息を吸いながら上体を上に引き上げて吐きながら肩と肩甲骨をリラックスさせます。それでは両手を体の前で組みます。息を吸いながら大きく伸びをします。息を吸い切って口から息をはーっと吐いて下ろします。息を吸いながら肩と耳を近づけます。少し肩緊張させましょう。口から息をはーっと吐いて下ろします。それでは両手を体側に下ろします。息を吸いながら右手だけ天井に伸ばして吐きながらゆっくり上体を左に倒します。お顔は首がきつくないところに楽に向けておきます。斜め上でも正面でもマットでも構いません。右のお尻がマットから浮かないようにお尻を安定させたまま腰から体側を伸ばして肩はリラックスです。胸をできるだけ開いて深い呼吸を繰り返します。次の吸う息でゆっくり上体を起こして吐いて右手を下ろします。反対です。吸いながら左手を天井に伸ばして吐きながらゆっくり上体を右に倒します。お顔は首がきつくないところに楽に向けておきます。左のお尻でマットを押すようにして体側を腰から長く伸ばします。肩はリラックスです。深い呼吸を繰り返しましょう。次の吸う息でゆっくり上体を起こして吐いて左手を下ろします。それでは足の裏のマッサージから行います。まず右の足の裏です。左のお膝を立ててかかとを右の足の裏に乗せます。お尻を持ち上げて両手で体を支えながら体重をかけて左のかかとを使って右の足の裏をマッサージします。ご自身のやりやすい方法で大丈夫ですのでしっかりと足の裏を踏んで温めていきましょう。それではゆっくり動きを止めます。一度お尻を下ろして足を入れ替えます。今度は左の足の裏を上に向けて右のお膝を立ててかかとを使ってマッサージをします。土踏まずのあたりもとても気持ちいいです。いろいろなところを踏んでしっかりと足の裏をほぐします。れではゆっくり動きを止めます。お尻をマットに下ろして両膝を立てます。足の幅は骨盤幅よりも少し広めで、つま先は斜め外側に向けます。お尻の後ろに手のひらをついて、指先は体に向けます。では両膝を左右にパターンパターンと倒して、お尻をマットでマッサージします。また股関節もしっかりと動かしますので、足の鼠径部も同時に緩めることができます。ご自身のペースで大丈夫です。では両膝が右にパターンと倒れた時に動きを止めて、右のお尻を回しながらしっかりとお尻の筋肉を床でマッサージします。では動きを止めて、反対両膝を左にパターンと倒して、今度は左のお尻を円を描くように回して筋肉を緩めます。それではゆっくりと動きを止めて両膝を立てます。そのまま足を前に伸ばして、足の幅は軽く開いておきます。ではつま先を左右にゆらゆらゆらーっと揺らして、足首を緩めます。ではゆっくりと動きを止めます。それでは鼻から息を吸って吐きながら、足の指と指の間をパーッと広げて、足全体でパーを作ります。それではその場で息を吸って吐きながら、今度はグーを作るようにつま先を握ります。小さく縮めていきましょう。それでは息を吸いながら、またパーを作って開きます。では息を吐きながら、つま先でグーを作ります。では息を吸いながら自然な状態に戻して、両足を閉じます。骨盤を立てて上体を起こします。では右足を左の太ももの上に乗せます。手の指を右の足の指と指の間にしっかりと挟み込みます。ではそのままどちらからでも構いませんので、足首を回します。では反対回しに切り替えます。ではゆっくりと動きを止めます。では足を入れ替えます。今度は右足を前に伸ばして、左足を太ももに乗せます。右手の指を左の足の指と指の間にしっかりと挟んで入れ込みます。ではどちらの方向からでも構いませんので、足首を回します。では反対回しに切り替えます。それではゆっくりと動きを止めます。では足を楽な元の位置に戻して四つん這いになります。肩の真下に手のひらが来るようにして、足の幅は骨盤幅程度です。足の甲はマットにつけておきましょう。それでは左足を後ろから右足に乗せます。そしてかかとを少し後ろに出しておきましょう。でそのまま足首を乗せます。足首の前面を右のとふくらはぎの上のあたりに乗せましょう。でそのままお尻を下ろします。手を手前に引き寄せて体を支えます。痛くないところまでお尻を下げて、左の足を使ってふくらはぎを刺激します。それでは少しお尻を持ち上げて、左足を少し下の方に、足首の方に少し下げて、またお尻を乗せます。では吸いながら少しお尻を持ち上げて、今度はしっかりと足首の方まで左足を下ろしてお尻を乗せます。では吸いながらお尻を持ち上げて、元の位置に手を戻して左足を元の位置に戻します。では今度は右足を後ろから左の足に乗せます。でかかとを外側に出して、そのまま右足首の前面を左のふくらはぎの上のあたりに乗せます。でそのままお尻を下ろして、手を手前に引き寄せて体を支えながら力加減を調節します。右の足首を使って左足のふくらはぎのマッサージです。では吸いながらお尻を持ち上げて、左足のふくらはぎの半分あたりまで少し下げましょう。そしてゆっくりまたお尻を下ろします。お尻の重さ調節しながら心地よいところまでマッサージをします。では吸いながらお尻を持ち上げて、今度は右足を左足首の方まで、下までしっかり下げて、またお尻を下ろします。それでは吸いながらお尻を持ち上げて、手を前に歩かせて元の位置に、右足も元の位置に戻して四つん這いです。では四つん這いに戻りましたら、吸いながら右足を右手の外側に一歩足の裏をつきます。左足をしっかり真後ろに引いて、足の甲はマット、つま先は真後ろです。息を吸いながら尾骨から背骨を頭頂までしっかり引き上げて、お顔正面、このまま深い呼吸です。右の足の付け根やお尻周り、そして左の太もも前面が心地よく伸びます。下半身をしっかりとストレッチして緩めていきましょう。それでは安定していましたら右手を右のお膝に乗せます。ここで少しねじりを入れます。鼻から息を吸って吐きながらゆっくり上半身を右にねじって、目線は天井を見上げてそのまま呼吸です。左の足の付け根がさらに気持ちよく伸びるのを感じられると思います。腰はリラックス、下に下げておきましょう。では吸いながらゆっくりと上体、お顔を正面に戻して、右手を元の位置に下ろします。右足を後ろに引いて四つん這いです。では反対です。吸いながら左足を左手の外側に一歩足の裏をつきます。右足をしっかり真後ろに引いて、足の甲はマット、つま先真後ろです。息を吸いながら尾骨から背骨を頭頂まで長く引き上げて、お顔を正面、このまま呼吸です。左のお膝は開きすぎないように少し体に引き寄せておきましょう。深い呼吸を繰り返します。それでは安定していましたら左手を左のお膝に乗せます。一度息を吸って吐きながら上体を左にしっかりねじって、目線は天井です。このまま深い呼吸を繰り返します。それでは息を吐きながら上体、お顔を正面に戻して左手を下ろします。左足を後ろに引いて四つん這いです。では四つん這いに戻りましたら両膝を閉じます。ではお尻を左右に揺らします。少しだけ傾けます。傾けながら左右にゆっくりと動かして、お尻周りの筋肉を動かして緩めます。ではゆっくりと真ん中で動きを止めます。ではその状態から右足を後ろから左足にクロスして、お膝を左のお膝の外側につきます。つま先は斜め後ろ方向に伸ばしておきましょう。ではそのまま手を手前に引き寄せて、両足の間にお尻を下ろします。お尻が床につきそうでしたらしっかりと床に下ろしましょう。それでは右手を左のお膝の外側、左手をお尻の後ろにつきます。一度息を吸って背骨まっすぐ、吐きながらゆっくりと上体を左にねじって、目線は後ろです。左のお尻が気持ちよく伸びます。また両足をクロスして少し圧迫がかかりますので、圧がかかるので足のむくみを取ってくれます。心地よく上半身もねじりながら背骨も緩めます。深い呼吸を繰り返しましょう。では吸いながらゆっくり上体、お顔を正面に戻して、両手を体の前について元の位置まで両手を歩かせます。安定したら右足を元の位置に戻して、今度は左足を後ろからクロスして、右のお膝の外にお膝を置きます。つま先は斜め後ろ方向に向けて、両手を手前に歩かせながら両足の間にお尻を下ろします。安定しましたら左手を右のお膝の外側、右手をお尻の後ろにつきます。一度息を吸って背骨まっすぐ、吐きながらゆっくり上体を右にねじって、目線は後ろです。背骨まっすぐキープのまま、しっかり上体を後ろにねじって、深い呼吸を繰り返します。それでは吸いながら上体、お顔正面に戻して、手のひらをマットにつきます。元の位置まで両手を歩かせます。左足を元の位置に戻して四つん這いです。足の幅は骨盤幅程度に戻しましょう。鼻から息を吸って、吐きながらお尻をかかとに重く下ろします。手を前に伸ばしたまま、おでこをマットにつけてチャイルドポーズでリラックス、お休みです。両手のひらの力をふわーっと抜いて、背中、腰をしっかりと緩めます。それではお顔の真横に手のひらをつきます。吸いながら手のひらでマットをして、頭が最後になるようにゆっくりと上体を起こします。はい、だいぶ下半身が緩んで温まってきたと思います。ではマットの前の方に足をついて、お尻を下ろしてしゃがみます。足の幅は脇の下にお膝がくるように開いて、つま先は斜め外側に向けておきましょう。マーラーサナ花輪のポーズで内股を開いて、股関節を緩めて骨盤底筋を鍛えたいと思います。ではまず両膝の間に少し上体を倒して入れていきます。両手を胸の前で合掌します。では一度息を吸って、吐きながらゆっくり骨盤を立てながら上体を起こします。足の幅が足らないときは調節をしましょう。手のひらで押し合って、肘でお膝を外に押すように開きます。お顔、胸、正面に向けて、そのまま深い呼吸を繰り返しましょう。内股を気持ちよく開いて伸ばします。足の裏はかかとまでしっかりと床、マットにつけて安定させましょう。それではその場で息を吸って、吐きながら少し上体を右に倒して、右のお膝に体重をかけます。でそのまま手のひらで押し合いながら、胸とお顔を天井に向けて、このまま呼吸です。上半身の全体重を右のお膝に乗せて、右の内股をさらに伸ばしてストレッチです。では吸いながらゆっくりと上体真ん中に戻して、吐きながら今度は左のお膝に上半身の体重をすべて乗せます。吸いながらゆっくり手のひらで押し合って、胸とお顔を天井に向けましょう。左の腕を使って左の内股をしっかり外に開きます。胸リラックス、呼吸を繰り返しましょう。それでは吸いながらゆっくりと上体起こして、お顔正面、吐きながら両手を離して床につきます。それでは鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりお膝の裏を伸ばしながら、お尻を天井に持ち上げてみましょう。お膝曲げたままでも大丈夫ですので、伸ばせそうでしたらしっかりと伸ばします。ではそのまま手の位置と同じところまで足を戻して、つま先を真正面に向けましょう。それでは息を吸いながらゆっくり上体を半分起こしてお顔斜め前の床を見ます。吐きながら前屈です。お膝緩めても大丈夫です。では吸いながらゆっくりと背骨一つ一つを積み上げるようにゆっくり上体を起こします。お顔は最後です。では上体をしっかりと起こすことができたら両足を閉じます。ではふくらはぎを使ってさらに下半身を温めます。では両手を胸の前で合掌します。息を吸いながらかかとを持ち上げてつま先立ちです。次の吐く息でかかとをストンと下ろします。これを何度か繰り返しましょう。ではもう一度吸ってかかとを持ち上げます。吐きながらストンと下ろします。もう一度吸ってかかとを持ち上げます。吐きながらストンと下ろします。息を吸いながらかかとを持ち上げます。吐きながらストンと下ろします。ラストです。吸いながらかかとを持ち上げます。吐きながらかかとをストンと下ろします。では続いて太ももを使って代謝を上げます。鼻から息を吸って吐きながらお膝を曲げてお尻を下げていきましょう。後ろに椅子があってその椅子に座っていくようなイメージです。ではここでねじりを加えます。鼻から息を吸って吐きながらそのまま上体を右にねじって左の肘を右のお膝の外側に引っ掛けます。で吐きながらしっかりと上半身を右にねじってお顔は天井です。左の肘と右のお膝で押し合うようにして上半身を心地よいところまでしっかりねじりましょう。深い呼吸を繰り返します。それでは息を吸いながら上体を真ん中に戻しながらお膝を伸ばします。一度息を吐いてリラックス。では反対です。息を吸って吐きながらまずお膝を曲げてお尻を下ろします。スクワットの状態にしましょう。ではその場で息を吸って吐きながら上体を左にねじって右の肘を左のお膝に引っ掛けます。息を吐きながらしっかりと上体を左にねじって目線は天井です。深い呼吸を繰り返します。それでは息を吸いながらゆっくり上体正面お膝を伸ばします。吐きながらリラックス。両手を体側に下ろしましょう。それでは息を吸いながら両手を大きく広げて頭の上で合掌です。息を吸い切って吐きながら手のひら正面ゆっくりダイブをするように前屈です。途中でお膝緩めても大丈夫です。吸いながらお膝の裏伸ばして上体を持ち上げて斜め前の床を見ます。吐きながらお膝を曲げて足の外に手のひらをつきます。吸いながら片足ずつ後ろに引いてプランク板のポーズです。つま先を立ててかかとは軽く後ろに引いておきましょう。次の吐く息でお膝足の甲をマットに下ろして吐きながら肘を後ろに引いて両手の間に胸とお腹を下ろします。脇を締めたまま肘を後ろに向けて吸いながら手のひらでマットをして上体を起こしてお顔正面または斜め上を見上げて腰を心地よく反らします。吐きながら目線を下げて吸いながらつま先を立てて吐きながら手のひらでマットをしてお尻を持ち上げてダウンドアップ下向きの犬のポーズです。手のひら全体でマットをしてその力を背骨からおへその下お尻へと伝えましょう。目線は両足の間かつま先を見ます。お膝緩めてもかかとがマットから浮いていても大丈夫です。できるだけ吐きながらかかとをマットに下ろして近づけてみましょう。お膝の裏やふくらはぎが気持ちよく伸びていきます。全身をしっかりと伸ばして肩はまっすぐです。深い呼吸を繰り返します。それでは次の吐く息でお膝、足の甲をマットに下ろしてそのままお尻をかかとに下ろして手を前に伸ばしておでこマットにつけてもう一度チャイルドポーズでリラックス。お休みです。両手のひらの力をふわっと抜いて背中、腰をしっかりと緩めましょう。それではお顔の真横に手のひらをつきます。吸いながら手のひらでマットをして頭が最後になるようにゆっくりと上体を起こします。はい、起き上がってきたらお尻をマットに下ろしてはじめと同じかかとを体の中心に揃える座り方で座ります。ではここからはまた座った状態で下半身を緩めます。体の真ん中で足の裏と足の裏を合わせて合席にします。かかとを体に引き寄せてお膝は外に開いておきましょう。手のひらで包むようにつま先に触れてお尻を一度つき直して安定させます。安定したらお膝を縦にパタパタパタと揺らして股関節を動かして緩めます。足の鼠径リンパを刺激してむくみや疲れを取りましょう。それではゆっくりと動きを止めます。鼻から息を吸って吐きながらゆっくり上体を前に倒します。両手は足の上でも足の前のマットに下ろしても大丈夫です。内股を心地よいところまで開いてストレッチです。次の吸い気でゆっくりと上体を起こします。起き上がってきたら右足だけ斜め前に伸ばして左のかかとは体に引き寄せて両方のお尻を均等につき直します。右足のつま先は天井です。では右手を左の太ももの付け根の近く足の付け根の近くに乗せます。左手は体側です。一度息を吸って左手を天井に伸ばして吐きながら少し上体を横向きにしてそのまま右足側に倒していきます。肩はリラックス。深い呼吸を繰り返します。右の足の裏側そして左の体側が気持ちよく伸びます。できるだけ胸を閉じないように胸は開いたまま深い呼吸を繰り返します。次の吸い気でゆっくり左手に引っ張られるように上体を起こして吐いて左手を下ろします。では反対です。右のかかとを体に引き寄せて左足を斜め前方向に伸ばします。両方のお尻を均等につけてつま先は天井です。左手を太ももの上足の付け根近く右手を体側に下ろします。息を吸いながら右手を天井に長く伸ばして吐きながら少し上体を横向きにしてそのまま左足側に倒していきましょう。心地よいところで動きを止めます。できるだけ胸を開いて深い呼吸を繰り返します。両方のお尻をしっかりとマットに安定させて、右の体側、左の足の裏側伸ばします。次の吸う息で右手に引っ張られるようにゆっくり上体を起こして、吐いて右手を下ろします。それでは今度は右足を前に伸ばします。そして左足を右足の鼠径部、足の付け根の上にひょこっと乗せます。もし乗せた時に痛みがある場合は、足を下ろして左の足の裏を右の太ももの内側に当てておきましょう。どちらでも大丈夫です。安定しましたら、両方のお尻を均等につけて、両手を右足のつま先に乗せます。もしちょっと届かない場合は、太ももやすねでも大丈夫です。つま先を触ることができたら、つま先をご自身の体の方に向けましょう。それでは一度息を吸って、背骨を頭頂まで長く引き上げます。で、吐きながらお腹を太ももに近づけます。少し倒すだけでも心地よい刺激入りますので、このままキープです。深い呼吸を繰り返します。それでは息を吸いながらゆっくりと上体を起こします。では足を入れ替えます。左足を前に伸ばして、右足を左足の鼠径部、付け根にひょこっと乗せます。痛みがある場合は、足の裏を太もも内側に当てて、お膝を外に開いておきましょう。どちらでも大丈夫です。安定しましたら、つま先を上に向けて、両手をつま先の上に乗せるか、すねか太ももに乗せます。つま先は体の方に向けておきましょう。それでは一度息を吸って背骨伸ばします。吐きながらお腹を太ももに乗せるように上体を倒します。心地よい刺激が入ったら、そこでキープです。それでは息を吸いながらゆっくりと上体を起こします。起き上がってきたら仰向けになります。仰向けになりましたら、右のお膝を曲げて両手で抱えます。吐きながら太ももとお腹をしっかりと近づけて引き寄せます。足の鼠径部を縮めて、また鼠径リンパを刺激して、足のむくみや疲れを取ります。次の吐く息で左にゴローンと横向きになって、右のお膝を床に下ろして、その上に左手を楽に乗せます。一度息を吸って吐きながら上体を右にねじって、そのまま右手を肩の高さに伸ばします。お顔も右手側です。安定しましたら、手のひらを床につけます。ねじりのポーズ、ワニのポーズです。上半身を気持ちよくねじりながら伸ばします。また右のお尻も心地よくストレッチされます。できるだけ右の肩をマットに近づけましょう。右の膝はマットから浮いていても大丈夫です。では吸いながらお膝、お顔真ん中に戻して、そのまま右足を伸ばして下ろします。では反対です。左のお膝を曲げて両手で抱えます。吐きながら左の太ももとお腹を引き寄せて近づけます。では吸いながら手の力を緩めて、吐きながらそのままゴロンと右側に横向きになります。左の足を床に下ろして、その上に右手を乗せます。一度息を吸って吐きながら上半身をしっかり左にねじって、左手を肩の高さに伸ばします。安定したら手のひらを床につけます。深い呼吸を繰り返してキープです。それでは吸いながら両膝、お顔真ん中に戻して、吐きながら左足伸ばして下ろします。それでは吸いながら両膝を立てて、吐きながらお膝を外にパターンと開いて、足の裏と足の裏を合わせて合石にします。内股を優しく開いて伸ばしましょう。では両手を体の前で組みます。息を吸いながら大きく伸びをします。息を吸い切って吐きながらふわっと両手を解放してリラックスです。このまま少しリラックスキープです。では吸いながら両膝を閉じて、吐きながらお膝を体の方に引き寄せます。そのまま両手で両膝を抱えます。次の吐く息で太ももとお腹を近づけます。ガス抜きのポーズです。太ももで下腹部を圧迫したまま腹式呼吸をして、腸のマッサージをします。お通じを良くする効果のあるポーズです。それでは吸いながら手の力を緩めて、吐きながら足を伸ばして下ろします。足の幅は好きなだけ開いて、つま先は自然な状態で外側に向けます。両手は好きなところに伸ばして、手のひらは上です。ゆっくり目を閉じて、呼吸からも意識を離して、いつもの自然な呼吸に戻します。目の奥や口の中に緊張感が残っていればすべて解放します。それではお休みに入ります。それでは本日のレッスンは以上です。また次回のレッスンでお会いしましょう。ありがとうございました。